お客様に列車の運転見合わせについて現在の状況をお知らせします。1時23分ごろ、東海道本線の岡崎駅、西岡崎駅間で線路が不具合のため、豊橋駅から刈谷駅間の上下線の列車の運転を見合わせています。現在復旧作業を行っています。お急ぎのところご迷惑をおかけします。